お願いします。はい、便利な世の中でございますよ。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。今日から、沖縄はお盆が始まって、はいはいはい、なんか運慶っていうのかな、迎える日だよね、今日はね、今日から3日間お盆で皆さんパタパタしてるんじゃないかなって思うけど、ね、どうなんだろうね。今日なんか僕も仕事が早上がりになったりとか、お盆の影響で、なんか分かんないよね、いつもずれるさ。去年は8月の中旬くらいだったイメージあろう、お盆のことあんまりわからないね、わからない。だから来年がいつなのかとかもわからんさ、なんかなんとなく従ってお盆だねみたいな感じでずっとお盆。でも世の中の主婦とかは大変だと思いますよ。そうだよな、自分のママさんも大変そうだもんな。なんか産業とか行ってもなんかもうすごいんでしょ、買い物が、ちなみに今日スシローで、ウークイの日のお寿司注文しときなさいねって言われて、仕事だよ、今日仕事だから注文する時間ないよって言ったけど、なんかそれぐらいはしなさいって怒られて、で、仕事の休憩中にスシローに電話したんですけど、もう予約がいっぱいで、いっぱいか、ダメですって言われて、じゃあ当日行ったら、そのまま注文できますかって言ったら、それもキャンセル待ちだから、キャンセル待ちとかあるんだよ。お寿司のキャンセル待ちがある。あらまあ、ね、もう分からなくて。すごいな。こういうのってもう本当に。もう行って入ってもう回ってくるやつ。そう、回ってくるやつ。持ち帰るしかない。タッパーに入れて持って帰るしかないんだと思って。ちょっとびっくりしましたね。はい。びっくりですね。お盆はまだ、僕はちょっと多少うとうとはしましたけれども。多少うとうとしたってどういうこと？ちゃんとしよう。うとうとするなら。ちょっとしましたけど。おじいちゃんおばあちゃんが来てるんだろうね、なんかね、海から来て海に帰るっていうね、友達言ってたもんね。え、そうなの、お化けは海から来て。お化けじゃないよ、先祖は。先祖はなんていうの、お化けじゃないの。お化けじゃない、幽霊体。先祖は先祖、先祖、見えないおじいちゃんおばあちゃんになった人たちは、海から来て海に帰るっていう、でもいいね、海だから綺麗だし、海のどのあたりにいるんだろうと思う。海が多分どこだと思う。ほら、なんだっけ、出てこない、アルカダみたいな感じでさ、ほら、アルカダの入り口あるじゃん。アルカダ、多分アルカダが間違ってると思う。なんで、アガルタ。そうアガルタが、アガルタの入り口みたいな、地下のね、世界のところ。そう、あんな感じで海入ってったら多分、地下とかこのご先祖様たちの国の入り口があるんだよ。だから海に住んでるわけじゃないと思う。なるほど。そこ通っていかないといけないから海に行くってだけであって、なんとなくね。なんとなくじゃん。なるほどね。俺はなんかそういう聖なる石みたいなのがあるのかな。あるんじゃん。大きな石にひっくり返したらいっぱいいるみたいな。まあ今日はウークイですが、ウークイじゃない、運慶です。運慶だ。運慶ですが、私たちのラジオは今日何やろうかなって話してて、はいはいはい。もう気づけば8月だな。そうだね、8月終わるね。もう1年も、半年過ぎ、もう半年はもう、もう余裕特に過ぎてるね。過ぎてて、あれれれれって。れれれれだよね。だからちょっと男性の、上半期っていうのかな、僕ら男性っていうユニットで音楽して遊んで暮らしてるんですけど、はい、仕事もしながらやってるんですけど、男性の上半期の出来事をゆっくり振り返ってみようっていう。そうだね、ライブと生活中心でね、はい、はい、の話をしていこうかなと思ってますよね。思ってるので1時間よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。のんびりと、技能の方も、はい、今お忙しいのがちょっと落ち着いた頃なのかな、みんなお家に帰ってきたりする頃だったり、車で帰ってる途中だったりするのかな、ね、まあ明日の朝も早いはずね、お盆だから。だよな、お盆って早いのか。だって朝もお供え物するんでしょ。あ、そっか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 。あ、どうなんだろう、中日って分かんないけど、休みの人は少ないですよね、沖縄の人はね。でももう無理くり休み取る人の方が多いと思うよ。あ、そっか、ね、取ってんのか。お盆休みの争奪戦みたいなのしてた。なんか毎年感じる、そういうの。あ、やっぱ主婦の人とか女性の人はそうなのか、男の人は働いてるイメージあるけどね。
仕事してる場合じゃないだろう系な、なんか雰囲気ありますよね、沖縄でも。帰ってもいなくても、いなくて普通みたいなところ。長男は休み取らないと。ああ、そうなんだ。僕、次男。よかったね、次男だからわからない。ってことで、はい、オープニング曲いきますか。オープニング曲いきますか。うんうん、近々最近の思い出で言うと、ジュリーがライブサーキットっていうイベントに遊びに行った時に、あの那覇でもう毎年恒例になってるライブサーキットっていうイベントがあって、うんうん、あのアウトプットっていうライブハウス、うんうん、G シェルターとかを、うんうん、あの1日お昼から夜まで、うん、あのはしごして、うんうん、いろんなアーティスト、今注目のアーティストや、うんうん、県内県外ね含めて、うんうん、あの大きいなんか音楽の祭典みたいな感じだよね、うんうん、2日間の、うんうん、があって、それに遊びに行ったんだよね、うんうん、ね、で、うん、それでそこで出会った、あのジュリが出会った先にバレーボーイズっていうバンドがとってもいいよって言って、ジュリもその日に酔っ払って友人と一緒に僕に電話してきて明日もライブあるから直也明日行こうねって言ってね、チケット取っといたから、取っといたから金子綾乃さんっていう人も出てたんだけど、そうそうそう、その人のライブとバレーボーイズのライブとが一緒にこの月曜日の平日にこのライブサーキット終わった後も沖縄で予定組まれてて、うん、で行く予定としては予定してなかったんだけど、もうジュリが勝手に決めてくれてで行ったっていう ね、 楽しかった。でそしたらやっぱ楽しくて俺も、うん、ああいいバンドだなって2組思ったな、本当に、うん、日野くんも頑張ってた ね、 とても。日野くんね、あの子はねハンバーガーショップやりながらなんか独特な独特のやつやって、なんか、うん、なんだろうね、精神的にひねくれてるからなんかあれなんだけど、でもそこがいいよね、なんかね。でもあ、なんかアイドルとして、うん、あの日野くんはアイドルなんですけど、うん、あの本当にあのブレない心を持ってる感じが、うん、なんか、ね、アイドルってすごいなって思いましたね。そうだな、なんか、うん、一生懸命楽しませようっていうことでなんかやってたかなっていうイメージはある ね、 ね、うん、ってことで1曲目はバレーボーイズの曲を、はい、あのお届けしようかなと思っています、うん、曲振りしてもいいです か、 ですか、はい、ではバレーボーイズで卒業。こっちの人たちは聞こえてないんだよね。マイクが聞こえてます。マイクは上がってるってことですか。マイクは上がってます。じゃあツイキャスの方はどうもってことで、うん、バレーボーイズっていうバンドの卒業っていうのが流れてるんですけど、 YouTube であのもう確か見れたので、見れますね、はい、あのバレーボーイ速度制限になってない方はぜひ見てみてくださいバレーボーイズ、バレーボーイズって書いてカタカナで、とてもいいバンドですよ。なんか5人、6人編成ぐらいですかね、うん、なんか言って昭和歌謡とか、うん、なんて言うんだろう、なんかすごい懐かしい感じ。そうそう、なんかルーツが不明なんですよね、とても若いバンドだったんですけど、うん、あの彼を惜しむただそれだかりの小さいつまでたっても大人になりゃしねえ。
つまでたっても大人にならしね。あ、はい。はい、お届けしたのはバレーボーイズで卒業でした。なんでこれあるよ、うん、これも見ながらこっちでも話してきたらなと。ねえ、安室奈美恵がさライブするじゃないですか、沖縄でコンサート。あれってもう安室奈美恵の本当に最後のコンサートが沖縄ってことになるんですか？そうです。本当に沖縄選んだんだね。平井健何それ、はい、じゃあ僕らちょっとこの8月になってしまってますけれども、もう1年の半分、はい、1年の半分は過ぎたので、僕ら2人の音楽だったり日常をちょっと振り返ってみようかなと。男性の、ね、まず1月ってさ、1月からいきましょうか。2018年の1月、うん、何があったか。まずですね、僕らの1日からライブがありました。1日からライブがありましたね。平原っていう那覇にあるとても美味しい和食とお酒のお店があるんですけど、うん、そこの新年会にアマゾン松田、アマゾン松田主催の、うん、そうにお呼ばれしまして、はい、ライブを1日からやりました、ね、やりましたね。これもそもそもライブ始まる前からちょっとおせちが出ないと、うん、そうおせちが出ないとジュリがおせその日おせち出るんかっていうね、問い合わせから始まったって。始まって、別に機材ちゃんとあるとかじゃない、おせち用意できるんかっていう問い合わせから来て1日にライブなんかできないよ直哉、ね、うん、ま、いやでも別に言っとくけど1日とかやることないさが始まって、そうそうそう、別に正月であんまり意外とやることないよねって話して、それが正月だろうってなって、うんうん、でも結局お呼ばれね、せっかくしてもらっ、ね、うんうん、呼んでもらったから出ようって言って、うんうん、で行ってきたんですよね。でね、もちろん楽しい内容でありました。で2部構成でやってて、はい、ね、でとっても楽しくて、はい、でとっても喧嘩してとっても喧嘩したねとっても喧嘩した、うん、もう2部のライブの途中、後半2曲ぐらいからちょっと喧嘩モード入ってましたね。そう、うん、なんかその時期結構なんか自分の中でいろいろあって、うん、私生活とかもちょっと、うん、悲しいこととかも結構重なってて、うん、音楽って今自分が音楽に向き合うっていうテンションになれなかったというか、うん、いざ楽器持って歌うたっても心ここにあらず、うん、なんか最初は良かったんだよ一部の時はちゃんとジュリーやってるなって思ってて、でも2部の後半ぐらいからもうなんかジュリーの置物みたいな、なんていうの、中身のないジュリーみたいな、そう、うん、もうなんか初めて見たよ俺ああいう。自分もあの時のライブは、うん、男性やって初だ ね、あんなに怒ってるとかはあるさよく、うん、俺に対してライブ中怒ってる時とかはよくあるさそういうのはまだあったけど、もう、
もうお客さんとかもどうでもいいって言ったらあれだけど、うん、そういうのをあのちょっとかなんていうの気に するできる、うん、このなんていうの自分のなんていうのかな気持ちがなかったというか、うんうん、もう今すぐ手も止めて声も出さないで一人ぼっちになりたい寝たいみたいな、そうだね、すごくちょっとなんか大げさに言ったらもう鬱っぽくなってたね あの時はね、うん、もう誰にも会いたくないみたいな、うん、だからもう今後そういうメンタルの時にはライブはしないことって本当にいうこととあともう1日はもう基本ライブしないっていうのをもう本当に心から思った1日でした、はい、そうですよね、ライブ自体はとっても素敵だったんですよ、そうそう内容はとっても良かったし、はい、ただ自分がダメだっただけです、でなんかその時期に僕ら今発売している味方の味方っていう CD をちょうど録音させてもらってる最中だった、レコーディングだったね、うん、そうそうそう、でこれも正月の三が日から、はい、もうちょうど2日ぐらいから、うん、先輩のね、はい、ロックンロールのお父さんみたいな人のところに、うん、実家に平安家にちょっとお世話になって、はい、もう合宿並みに昼からやってたよね、もうオードブルとかを食べさせてもらいながら、もう正月でちょっと余ったものとか食べさせてもらいながら、うん、ちゃんと仏壇にもウートとしていい音源作れますようにってやって、はい、やってもう人生ゲームとかも挟みながらメンタルも、ね、ここでもやられながらでも盛り返しながらみたいな、頑張れましたね、頑張れましたね、でその期間に1月は島津田四郎さんも来てたんだよ、うん、ああそうなんですよね、そうバークラゲで我らの、うん、ボス一人土成さんと、うん、はいはい、最近仲良くさせてもらってる上間さんと、あ上間常宏さんっていう方ですね、はい、と島津さんと一緒にライブしてましたね1月は、はい、はい、してましたね、島津さんめっちゃいいんだよね、ポップなロックンロールで、はい、なんかとってもいい意味で、なんだろうな、うん、なんだろう、軽い癖がある感じというか、うんうん、癖になる音楽というかね、うん、そんな感じだよね、うんうん、また来てほしいな、島津さんはね、すごくね、うん、いいよね、ポップだよね、楽しかったね、その日もね、うん、で、2月に行きましょうか、そうだね、うん、2月、あ、待って、アサイラムって1月じゃなかった？2月だよ、あ、2月か、うん、あ、個人的に1月の話ちょっとしていい？なあ、もちろん、1月は、うん、ライブというか音楽に触れることが多くて、うんうん、ワトトっていう子供たちのなんていうのゴスペル、うん、を聞きに行ったり、うんうん、あとコマって、あ、ゴマっていう高次の機能障害のリジリジ奏者の人がいるんですけど、高次の機能障害ってなん、どういうやつ、どういうやつって言えばいいんだろう、まあちょっと長くなるからあれなんだけど、うん、軽く説明した記憶とかが飛び飛びになったり、うん、時計とかの数字が読めなかったり、うん、ちょっと脳の障害、うんうん、交通事故とかになった人とかになりやすいやつ、記憶、新しいこと記憶できないみたいな感じ、うん、記憶はできるとは思うんだけど、うん、なんていうのかな、難しい、ちゃんと説明できない、ごめんなさい、うんうん、一応高次の機能障害のゴマさんっていう人がいて、うん、その人のディジュリジュ、うんうんをずっと YouTube で見てたわけ、リジリジュブロブロブロ大きいツツツツみたいなやつだよね、そうそう、ね、でこの人が沖縄に来てて、うん、首里城で見たのが自分の中では結構、うん、なんかいい体験でした、ああいいですね、うんうん、うん、すごかった、うん、はい、じゃあライブもいろいろ見ていたって感じだね、うん、1月は結構1月じゃあいいスタート切れましたね、いっぱいいろいろありながらも、本当にお世話になりながら、うん、で2月はアサイラムからだったね、うんうん、この日は桜坂アサイラムっていうイベントがあって、桜坂のお祭りの、うん、音楽の祭典だったりアートの祭典があって、うん、でそれに自分たち応募して、去年から応募してて、でね、それで出させてもらってるっていう感じで、でちょうど雨とかも降ってたんだけど、うん、サンゴザデッキのところで演奏させてもらいましたね、うん、そうだね、楽しかったね、うん、お祭りいつもやっぱり楽しいよね、うん、やっぱりめっちゃ楽しい、うん、なんか楽しいことがありすぎるからあえて言わないんですけど、一つ一つは、うん、楽しんで行ってみてください、はい、また今年もやると思うので、うん、ぜひいろんな、なんだろう、
なんだろうな、本当に、うん、いいと思う、楽しいと思う。あとご飯も美味しいんだよな。なんかご飯食べながら、なんか好きな時に好きな人を見る空間がずっと、あのなんか選択肢が広い中で、うん、この近場で起きてるっていうこの現象がとっても面白いなと思うんだけど。そうだね。ね。で、2月は東京遠征もありましたね、うん。はい、僕らちょうどその頃から味方の味方っていう CD を発売して、7曲入りの CD を、あの発売することができて、でそれで東京の友達にもそれをぜひ聴いてほしいなと思って、で東京の友達にお願いして、ね、2カ所、うん、2カ所ライブさせてもらった、ね、やったんだけどすごい楽しかったな、うん、あのあれは予感、あれは予感っていうね、共演できたのはもう本当に 夢みたいだし、うん、沖縄でやってた方が東京行ってね、バンド、うん、新しく始めたバンドと共演できたりとか、うん、であとレンコンロッカーズ の、うん、あの赤松家の皆さんにとってもお世話になったのが、うん、なんかあーもうなんか幸せだったな、うん、レンコンロッカーズっていうレゲエバンドの方がいて、うん、でそのファミリーでもうね、うん、付き合いがあって、で宿も泊まらせてもらって、カレー、朝カレー食べ、俺2杯食べたもん、で時間ない時間ないって言いながらね、ねえねえねえ、あの家族ほんと急ぐことないんだよな。そうだね、不思議、なんかうちのタイム以上のうちのタイムな気がするな、うん、でも心地いいよね、すごい楽しかったですね、うん、で東京でもライブさせてもらって、でそのライブ終わってちょうどなんかもういい感じだなっていうことで、うん、僕らちょっとなんか温泉に行ったりしてね。あーそうだね、温泉行ったね。どこ行ったっけ、あの箱根じゃなくて、なんて湯河原、湯河原行って、僕猿見ましたよ。そうだね、猿、横浜ですよね、あそこって。神奈川ですか。あー分かんない、横浜じゃない、全然神奈川、多分神奈川だと思うんですけど、なんか東京から1時間2時間ぐらいバーって電車で行った先にある町で、うん、うん、でそっからなんだろうな、美味しいね、美味しいもん食べたり温泉入ったりとか普通にのんびりしてて、うん、でお風呂入ったら猿がいて、うん、で猿と目があって、で猿がプイってなって、あとなんかみかんももらったね、いっぱいになるからって言って、うん、でその日猿がとっても、向こうからしたら猿って可愛いけどやんちゃらしくて、なんか電話線を切ったりとかその日はしてたみたいな。だからね、うん、結構やんちゃらしい空砲が鳴ってたもん、山で、うん、パン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 って。で2月は個人的に、うん、また個人的な話をすると、はい、はい、どうぞ。あのアンキモデビューしました。アンキモ、うん、アンキモって何ですか。初めてアンキモ、ね、アンキモって何何、レバー、レバー、わかんない、なんかキモキモキモ、アンコウのキモ、違うか、わかんない、適当なこと言っちゃった。アンキモって何ですか。わかる方いますか。キャラさんお願い、アンキモって何。アンキモそうです、アンコウの肝です。あ、ほんと当たり、はい、あ、ありがとうございます。ピポピポン、やった、美味しいですよね。いや、美味しい、めっちゃ美味しくない。生あ、まあ、刺身で食べれるところもあります。美味しかったの。色は何、色は。んオレンジ。オレンジ色オレンジ色、肝がオレンジ色な、うん、オレンジ色、オレンジ色でした。どこで食べたの。え、ボンジリア。ボンジリアいいね、お手頃な気がするね。あの友達が頼んでて、うんうん、げ、なんでこんなもの頼んでるんだろうと思って、うんうん、美味しいよって言われて、うん、言われるがままに食べたらめっちゃ美味しかった。あ、いいですね。っていうのが私の2月です、うん、2月もまあじゃあ楽しかったね、いろいろね、うん、楽しかった、旅行行けたりしてね。で次3月、3月、皆さん3月何してましたか。なんか3月ってちょうど寒さも多少寒いけどちょっと落ち着いてきたりしてね、うん、俺一番割と3月4月って結構好きな時期なんだけど。3月はあれですよ、私たち共演しましたよね、キャンさん。あ、3月ですかあれは。はい、あの、なるほど、 DJ ザッサーさんと、はい、僕ら男性と、あとサックス吹きのジョジョさんと、はい、とヒューマンステージっていうライブハウスと、あとよっちゃん亭っていう、出会ってしまった日ですね、はい、であの日以降なんかとってもジュリーもあの本当に僕も美味しくて、よっちゃんさんに CD 渡したりしてたんですよ、うん、そしたらそのままなんかこううまくなんか共通の知人がいたりして、うまくなんか最近から遊ぶようになってね。そうそうそう、うん、で、あ、もうよっちゃんって言うとは3回ぐらい一緒にやってるんじゃない。一緒にやってるね、うん、うん、
いつも驚くね、うんうん、もう大好き、ハマってしまった。持ち帰りまでお願いするもんねそうそう、タッパー返すんで持ち帰りさせてくださいって言ってね、うん、それが3月でした。3月でしたね、うん、3月。なんかあっという間だね、最近のように思えるけど、うんうんうん、もう3月だったんだって感じ。そうだね。これ話しすぎかな、ま、音楽流した方がいい。まあそうだね、第2曲目いきましょうか。そうだね、ごめん、うん、じゃあ3月を1回区切りとして、区切りとしまして音楽いきます。いきます。じゃあまたバレーボーイズっていうバンドの先ほど流させてもらった曲から、あ、 CD の中から1曲またお届けします。はいはい、じゃあ大丈夫でしょうか。はい、じゃあバレーボーイズで朝焼け。裏側に巻いたメッセージというコーナー。美味しそうな話を聞いたらお腹空いてきました。美味しかった。なんかいや、アンティモってさ、何歳から食べるようになりました？ジュニさん、いや、あの、食べる機会がなかったんで。あ、そうかそうか、今年初めて食べました、ね、あ、やっぱアンティモってそれぐらいですよね、うん、あ、一応、全然自分は抵抗ないんで何でも食べるんですけど、うんうん、ウニ食べれます？もちろん食べれます、うん、あとはあの三大珍味ってあるじゃないですか、うん、あれも全部食べた。トリュフ、キャビア、キャビア、全部食べたことないです。すごい、じゃあ何も食べたことない。フォアグラはまだ食べたことない。トリュフも分かんないけど、キャビアはなんか缶詰とかでなんか食べたことない。え、何が一番美味しかったです？個人的に一番好みなのはキャビアですけど。あ、そうなんだ。何味、何味？あれ塩辛みたいな感じ。塩辛みたいな感じ、うん、あ、イクラの本当にもうもっとちっちゃいつぶつぶ感でちょっと食感が強い感じです。あ、なのでご飯にかけて食べたらめっちゃ美味しい。キャビアとご飯？キャビアとご飯めっちゃ美味しい。僕らあれですよ、あのスシローのとびこにハマってます。そう、とびこが一番好きです。とびこいいっすね、プチンプチンプチン。スシロー、なんで予約できなかったかね。スシロー行ってみたいですね。まだ行ったことないですね。え、嘘、お寿司屋さんどこ行くんですか？ネット予約したら割と行けますよ。今あの浜寿司よく行って、あ、浜寿司美味しい。あの浜寿司のあの軍艦巻きでイクラとウニが入ってる、うん、ウニイクラ軍艦っていうのは贅沢、めっちゃ美味しいですよ。でも2人ともウニ食べれないんですよ。あ、そうなんですね。そう、なんか苦手で。イクラもちょっと苦手で。でも浜寿司のイクラはそこ、あ、ウニはそこまで、うん、あの臭みがないんで、ちょうどこのイクラと混ぜるとこのとろみが出てすごい甘さを感じるんですよ。食べてみたい。行こう。浜寿司行こう。浜寿司最近行きたいね。ね、うん。浜寿司ばっかだったよね、前はね。浜寿司にハマりすぎて。浜寿司が成功してからのあのあれがすごかったじゃないですか。スシローくら寿司。スシローくら寿司。じゃあ曲があと30秒ですね。はい、OK です。はい、お届けしたのはバレーボーイズで朝焼けでした。はい、ありがとうございます。はい、わらわまこっちゃんさん、ありがとうございます。まこっちゃんさん、メッセージありがとうございます、うん、なんと、はい、男性の上半期のライブの情報を1月から7月までブワって書いてくれてます、うんうん、あ、めっちゃありがたい。もうこれでもう、はあ、なんなの、すごいんだけど。僕ら今ツイッター見ながら自分たちの思い出探してたんですよ。はい、もうまこっちゃんありがとうございます。あの、すごい、これで喋りやすくなった。喋りやすくなりました。もうありがとうございます。ありがとうございます。もう大ファンです、もう僕ら。3月22日は N の集落が来てて、あ、アウルゴールと一緒にライブした日だよ多分。あ、クラゲで、そっかそっか、クラゲでもやったね、うん、3月まだあったね。じゃあね、で3月31日ブラブラ初めてライブやった日だね、うん、那覇のワインバー、そうそう、ワインバーなんだ、リコーダーズとかと一緒にやった日じゃないかな、うんうん、
楽しかったね。春明けとか、うんうん、この日あれだっけ、春は明けぼのが最後の時間帯で通報されてパトカーが来たっていう日だったですかね。上に住人がいて住人さんがもうドラムセットとかやっぱ下で鳴っちゃうと眠れないって言ってで通報されたらしくて、うん、でそれを一生懸命抑えてたね。そうですね、うん、通報ってやっぱあっちゃうよね。音楽にはつきものかなと思う。つきものだよ本当に、ね、うん。で4月ですね。はい、4月行きましょう。4月は29日、これ昭和の日かな。昭和の日ですね。 まず僕ら誕生日でしたね。あ、私誕生日でした。私たち僕も4月も誕生日なので。そう、誕生日が終わってで誕生日何したか覚えてる？え何やった何やったは何やった誕生日。フィンランドとか行ったっけ。あ、フィンランドは行ってない。靴もらった。ディズニーランドとかそんな豪華にしなかったっけ。あ、違う、ケーキくれなくて直哉が、うん、怒った。それ去年一昨年ぐらいでしょ。あ、そうかもしれない、うん、何もいらないよって言ったらさ、うん、ケーキすら買ってきてくれなかったんだよ、うん、最悪じゃない。びっくりした、はい、そう、最悪です、はい、私どうも最悪です。あ、次男はハンバーガー作ってあげたと思う。あ、だったっけ。あ、それ去年かな。もう分からんね。なんやはケーキくれなかったけど、ジラハンバーガー作ったよっ って。やったかもね。やったかもしれない。はい。誕生日って皆さん大事ですか。僕割と誕生日苦手なタイプで、あの樹里とか本当に祝ってもらえる分にはいいんですけど、なんかこうみんなとなんか誕生日です僕みたいな感じの雰囲気とっても苦手なんですよ。でみんなあおめでとうみたいな感じで。言われるのも僕とっても苦手で、うん、基本誕生日とはもうあのお家で過ごしたいなと思うんですよね僕は、うん、はい、うん、で誕生日終わって、はい、久しぶりのプチカフェは、うん、あのアマゾン松田とのツーマンだった気がする。あ、そうだね。プチカフェバーというここをこの今ラジオもお送りしている宜野湾にあります、永田の方にあります、あの生音でライブをさせてもらったりできるあのプチカフェバーというところがあって、でそこでアマゾン松田っていうギター弾きと一緒に、ね、うん、させてもらったけど、やっぱりとっても面白い雰囲気になりました、ね、楽しかったですね。楽しかったね。いっぱい曲やってアマゾンの曲もやったりして、うん、松田くんのね、松田くんね松田くんもなんかすごい良かったですよね、うん、はい、でその前に僕らキャンプ行ったりしてアマゾン松田と、うん、で僕らの友人と一緒にキャンプ4月に行ったりして、うんうんうん、楽しかったね。ジュリーが教えてくれたキャンプ地で宮城島って言ってとってもいいところで焼きました。遠いところなんだけど、うん、勝連っていうんですかね、沖縄の東の端っこぐらいなのかな、うんうんうん、に当たると思うんだけど。で4月は下地修さんのライブ初めて見て、うん、なんかすごかった、うん、なんかすごかったね。日本語じゃなかった。やっぱ方言、宮古の方言で音楽をするっていうことでなんかとっつきにくいなってやっぱり最初思っちゃうじゃん、なんか、うんうんうん、僕らとしては。でも実際ライブ見たらすごかったね、うん、うんうん、なんかとっても良かったよね、うん、うん、で面白い人だった、うん、5月ね今一生懸命だね。そう、5月はクランゲで、うん、あの桃色とかハラヘルズ、うんうん、あのコロさん、コロのコロスケと一緒にライブしましたね、うん、そうだね。5月はそうか、これこのバークラゲっていう那覇にあるあの居酒屋っぽいバーがあるんですけど、うん、そこがの店主がちょっと岐阜に行っちゃうっていうことで、そうそうそう、僕ら的に個人的にはお別れライブみたいな感じの意味で、僕ら男性をそのまま見てもらいたくてライブしたっていう感じでしたね、うんうん。なんかクラゲは本当に男性が3人時代の時から、うん、はい、あの根気よくライブに誘ってくれて、くれたし、あのとっても優しくも厳しくも言ってくれてたようなところで、なんかやっぱライブをやるっていうのはどういうことかっていうのを教えてくれたのは結構水木さんだったな、ね、クラゲの方でしたね、うん、あの同じミュージシャン同士でなんか、うん、今どう調子みたいな、いい感じだよ、うん、ああちょっと不調だよとかいう話はするけど、うん、なんていうの、ライブハウス側の人、うんうん、あのこのとかお店の人が、あのこのなんていうのかな、演者に、うん、この音楽の話をすることってあんまりないさ、あんまりないよね。だけどこのクラゲの店主の水木さんは、うん、この感じだと、うん、
良くないよとか、うん、今とってもいいねとか、うん、ちゃんと向き合ってくれて誘ってくれる、うん、あのね誘い方してくれてたからすごい。そうだね、なんかいい僕らのいい状態もよく分かってくれるところだったから、うん、逆に僕らの悪い状態もとっても分かる人で、うん、でそういう意味ではなんか僕らも本当になんかねあれだったね、そう、カツを入れてもらったりね、うん、本当に面白いところだったし、うん、で今バーヨナキっていう名前変えて、そうそう、クラゲバークラゲの常連さんが店主になって、うん、また切り盛りしてるので引き続きまた楽しい思いで作っていきたいな。毎週風変わりのカレーをね水曜日ぐらいに出すから、うん、すごいよなね、うん、まだ食べてないんだけどカレーが名物なんですよね、 それがまた引き継いでるのが面白いよな、うん、今後も楽しみですね、はい、OL さんとかもいいと思いますよ。そうですね、宜野湾から那覇に行ったらまずクラゲに行ったらなん か、うん、か本当に安くで済むし、なんかはしごする前に行ってみるのはありかなと思う、うん、ご飯食べながら、うん、はい、あと5月は2本あって、うんうん、ブラブラと騒音車だったんだけど、うんうんうん、これはジョンソン2 の、うん、リリースツアーですね。あ、ジョンソン2さんというギター弾きの方がいて、うん、もう毎年、うん、来る時には仲良くしてる、うんうん、ね、楽しかったね。この県外から、僕らの友人の方がライブしたいって言って連絡があって企画することって年に何回かあるんですけれども、うんうん、でいつも面白いのはこの一緒に過ごす時間が面白いよね。うんやっぱこういう時濃密に過ごすから、うん、一緒にご飯食べて、でこのジョンソン2さんっていう方は面白い人で、お出かけするのがそんなに好きじゃなくてなんかお家でオフな日とか少しでも時間があったらもうお家でゆっくりしたいっていうタイプの人でなんかねすごい楽しいですよ。お兄ちゃんみたいな感じで、うん、そうだね、いろんな知識、音楽の知識とか、うん、またこの方はもう一個バンドやってて、それでヨーロッパとか各地を、うん、ツアーで巡ってるんですけど、うん、そういうなんか自分が見たことのない広い世界のお話を聞けたりとかしてくれるので、なんかいつも絵本読んでる、うん、もらってるようななんかワクワクとした気持ちになりますね。ね、ジュリもジョンソンさんといるとね少女みたいでキラキラして可愛いと思う、うん、なんかバイソンのお肉いただいたんですけど、もうめっちゃまずかった、めっちゃまずかった、バイソンのジャーキーみたいな、バイソンのバイソンってわかります？皆さん今ラジオ聞いてる方アメリカにバイソンっていう動物がいるみたいなんですよ。なんかね、なんだろうあれ、腐った肉の味、酸っぱい肉、バイソンってとりあえず毛だらけなんですよ毛だらけのなんか牛、でっかい牛みたいな感じですね。そう、なんか貝、なんか猛獣手前みたいな感じだね。ジョンソンあげながらごめんね、こんなもの持ってきてごめんねって言ってたよね、うん、マジで美味しくなかったからで面白かったのはカトリーヌさんっていうアコーディオン弾きの方がいるんですけど、うん、その時共演させてもらってて一緒にそのバイソン分け合ってたんですよでこのカトリーヌさんバクバク食べてましたあれもう一回ちょっとわけわかんないからもう一回食べたいっつってまた食べたりして、あ、やっぱ臭いねみたいなあとナルトくん、うん、ナルトくんはジョンソンのことすごい好きだから、はい、この騒音車っていうところの、立ち上げたナルトくんね、そう、うん、だからあ美味しいかもって言って頑張って食べてたのが可愛かったですね、可愛かった、はい、5月は楽しかったね、5月もね、はい、うん、で6月ね、6月、6月またその騒音車で、はい、リンダ&マーヤ、あ、これもう6月なんだ、そうだよ、あとネイビーペンギンとヘルガタ、うん、バラ国体と一緒にライブだった、あー、なるほど、リンダ&マーヤのバリバリ天国、はい、このリンダ&マーヤってN 宿川ボーイズっていうバンドで活動してて、うん、でそれが休止になっての2人の体制で新しく立ち上げてやったっていう感じで、うん、編成は私たち男性と一緒で、はい、ただ持ってる楽器は違うんですけど、ね、お互い楽器2人やって、でサポートにドラムの方入れてやってたんですけど、うんうん、なんかなんだろうな、この宿川ボーイズっていうバンドの曲を一切やらなかったんですよ。だからそれとってもいいなと思って、かっこいいなと思って、うん、で実際やってる曲もやっぱいいなって思った。なんかさ、リンダ&マーヤはさ、うん、なんか宿川の時もさ好きだったけどさ、うん、なんかあの二人って本当にフロントマンだなって思った。そうだよね、そうだよね、なんかあのね力が強かった、強かったね。あと優しい、ステージ降りたらとっても優しい人で、ね、うん、まあ、ステージ中も優しいんだけど、うん、ロックンロールな人だけど、そう、なんかロックンロールってやっぱかっこいいって思ってしまったよね、うん、そうそうそうでジュリがかっこいいなと俺さらに思うんだけど、うん、
なんかジュリー、このロックンロールって僕らの中でよく聞く単語なんですよ。で特に男子なんか憧れたりするようなミュージシャンのとこ人は多いんですけど、でこのロックンロールはなんか大きいロックンロールの大御所 あのローリングストーンズっていうバンドがいるらしいんですけど、でそのバンドの人が言うにはロックンロールはこの上がり下がりがあるからロックンロールなんだよっていうことを言ってて、でだから今日かっこ悪い日があってもその次の日はとってもかっこいい日があったりして、で毎回同じことなんてしないのがロックンロールなんだよっていうことを言ってて、でだって毎日変わらない形だったらその神殿図で言ったら死んじゃってるじゃんっていうこと、まっすぐだからね、まっすぐだから波のある生活があるからロックンロールなんだよっていう話を YouTube で僕ら見てたんですよ。このリンダ&マーヤの YouTube みたいな感じのやつで見てて、でそれを聞いたジュリーが、じゃあ私ジュリアンロックンロール嫌って言ったんだ。上がり下がりがあるなんて嫌みたいな、毎日楽しようがいいみたいな感じで言って、あジュリーかっこいいなと思って。えそんなことジュリーはもう簡単にロックンロールを否定するから、みんなが憧れてこうやまない100年続いてるロックンロールをあっさりとジュリアン嫌だ、ロックンロール嫌だみたいなこと言うから面白いなと思って。じゃあロックンロールはかっこいいと思うけ けど楽しいことがいっぱいある方がいいなっていうのはあるよ。だよね、うん、でロックンロールの人早死にしないっていう話もしたことある。あのロックンロールで有名になった人とか、そういう音楽で影響を受けた人って割と早死にしない人が多くて、早くで死んじゃったりとか殺されちゃったりすることがあって、でそういうことを話した時にジュリーに、多分俺的にはなんかこういう人たちってもう最初から決まってて早死にするでしょ、はい、早死にしちゃうことがあるんだけど、早死にしないって言ってたよ、今ずっと。あ、しないって言ってた、あごめん、早死にしちゃう人が多いんだけど、まあだから名前が残っちゃったりすることも多いんだけど、27歳だっけ、6歳だっけ、27歳とかだし、だよね、まあまあそのジョン・レノンっていう人とかだったり、そうさ、ボブ・マーリーっていう人だったりもそうだけど、あとあれニル・バーナーのカート・コバーンとかカート・コバーンとかもそうだし、シード・ビシャスってよく言われてるけど、そういう人たちやっぱりなんかそういうやり遂げたところがあるのかなと思って、その人のなんか魂がもう役目を終えたから、もう生きていくっていうのがもう流れ的におかしいから死んじゃったりとか、殺されちゃったりとかするのかなっていうところは、俺はあると思ってるんだけど、そしたらジュリは、じゃあ私何もやりたくないって言って、そんなこと言った。なんかさ、嘘、そんなこと言ってた、そうそうそう、ジュリは、じゃあジュリはもう私なんかとっても大きいこととかしたくないって言って、だって早く死にたくないもんみたいな。なんかまたあっさり超えてったなと思って、ジュリーかっこいいなと思って。そんなこと言ってたんだ、だから俺的には一番ジュリーがロックンロールだし、いやいや、これからジュリーが大きいことしていってほしいなと思いますよ。ジュリー本当に物考えないで喋ってんだな、やばいな。いやそれでいいと思うよ本当に、この概念がないよね、ないね、ないね、はい、すいません、はい、で7月ね、7月はブランデーブラン、これよっちゃんてと一緒にやったやつだね、また今後も続けていきたいねって話をね、ブラブラとよっちゃんてとしてたから、はい、最近このブランデーブランっていうところでライブさせてもらうこと、とっても多くて楽しいんですよね。生音でアンプつなげたりはしないんですけど、とっての声の響きも良くて、ね、楽しいよね。そう、この日はあのメニュー全部コンプリートしましたね。しましたね。いくらぐらい使っただろう、6000円ぐらい使った。ジュリー超大人だったよね。あの時完全に上から下まで全部、OL だったよね、ジュリーね。こっちからこっちまでみたいな感じ。まだ食べれるって厨房から出てきたからね、よっちゃんって。そうなんだ。いや食べれます。もう言われたら食べるしかないよね。そう、メイン選ぶのにメインとメインも食べた。メインにメインも食べた。それぐらいよっちゃんっては美味しいです。はい。じゃちょっと話しすぎちゃったんで、あの曲いきましょうか。あ、7月2本のやつは話さなくていいの？まあ、また次、最後に。あ、そうね、じゃあ曲いきます。曲いきますね。これは私が今日聴きたいなと思った曲です。うん、ヘアンナケンゴでお前。じゃあね、お前っていう曲やってちょっと休みますね、私。じゃあお前っていう曲やる。きっと
ったってでもそれでいいのさ。お前はまだ気づかない、悲しみの向こう側に誰も知らない場所がある、光だけの場所がある。さあもうここから消えてくれ、抑えきれない気持ちはこぼれてしまうだろう。グラスを傾けて、小さく傾けて、いつか大人になっていろんなものをなくしてく、急に寂しくなって大きな声で泣いちまった、まるで赤ん坊のように。もっと好きだといいよ、もっと嫌いだと言ってやれ、それでもきっとお前はわからないままなのだろう、わからないままなのだろう。ちょっとね、その間を楽しみましょうね。お届けしたのは平安の健吾でお前でした。まこちゃん見てるかな？ん？まこちゃんまだ見てるかな？見てるかな？まこちゃんなんでこんなに作業派なの？どっか拾ってたの？だからよ。じゃあ次男たち、8月、今月やっと2018年ライブが1本もない月なんだ。8月何もやってないっけ？え、やった？やってないか。やったっけ？あ、やってないよ。やってないよ。え、9月もないよね。ない。やった？やったじゃない。やったじゃないけど。ゆっくりできる。10月、11月あるんだよね。12月まであるんだよ。10、11、12。はい、じゃあ15枚でーす。はい。男性のロックオンミュージック。はい、じゃあ PM エージェンシーのイベント情報を2件お伝えいたします。12月8日土曜日の水曜日のカンパネラ、
名村ホール公演という情報が来ておりまして、 PM エージェンシーの有料会員選考と PM エージェンシーのホームページ選考の受付が今週末から始まりますということです。お客様にかかる手数料がかなりお得な選考となっているので、たくさんのご応募よろしくお願いします。で、公演の詳細やチケット受付については PM エージェンシーのホームページをご覧ください。で、10月の6日から11月の5日までの1ヶ月間ですね、沖縄県立博物館美術館にてモンパチ展が開催されます。モンパチ展だったよ、ジェリー。やったでもね、さっきの小舞ちゃんのやつも気になる、ね、水曜日のカンパネラね、うん、で20周年迎えたモンパチが、モンパチ20周年なの、はい、これまでの歩みが楽しめる展示会となってるって。ね、モンパチのメンバーってさ、みんな何歳だから20周年なの？高校生ぐらいの時に、多分16歳からやったとして、うん、36ぐらい？まだ若いんじゃん、そう考えて。そんなんで20周年ってさ、うん、すごいですね、モンパチ、さすがだ。前売り券も販売中ということですので、行きたい。なんかちょっと見てみたいですね、どういったなのか、ね、はい、普段一応あれだよ、あのさ、オリオンビール祭りでさ、うん、前オリオンビール祭りだっけ、うん、何かでモンパチ見た時泣いた。泣いた、あ、すごい。なんか、うん、沖縄県民にこんなに愛されてるなんてすごいなっていう感動は。あ、愛されてるよね、本当にね。はい、じゃあ次どうぞ。はい、のこちら2件ですね。あ、そうなんですね。になってますんで、あのぜひ PM エージェンシーのホームページからあの確認していただいて、皆さんお好きなライブとか行ってみる週末も楽しいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。男性のロックオンミュージック、はい、エンディングになりました。今日も早かったですね。早かったですね。でさ、あのさ、うん、上半期のやつさ、あと2個だけだからパッても言ってもいい、なんか気持ちが、7月はあと2個グループと G シェルターでやったわけ、うんうん、それも楽しかったですはい、もう詰め込みすぎたんで、はい、なんかさ、気づいたらさ、1月から7月までずっとライブやってたんだよ、ライブしてたね、なんかね、ライブ好きな人たちだよね、俺らね。8、9は休みで、10月、11月、12月はライブ決まってますので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。まこっちゃんありがとうね、うん、まこっちゃんありがとう。細かい作業が好きなんすっていうメッセージが来てるけど、本当に、うん、好きでもこんなことはできないよ。できないよ。まこっちゃん、これ仕事にした方がいいと思う。これ本当、マネージャー気質があると思うから、うん、とっても好きな人のアーティストのなんかマネージャー自分から言ってみるのもあれだと思う。そう、やった方がいいと思う、うん、あのね、困ってる人いっぱいいるよ。いっぱいいると思うよ、そういうの。なんか、うんうん、ジュリとかいつもライブの 日にち間違えたりとかよくしてたもん、うん、そうそう、そういう人いっぱいいると思うから、うん、あとあれだね、来週のロックオンミュージックは第5週目なので、はい、各種のパーソナリティが、うん、あの大集合してするかもしれない、するかもしれないわかんないので、あの一応あの貴重な第5週目なので、はい、皆さんチェックしといてください。はい、よろしくお願いします、うん、で今バックでちょっと流れてる、そうそう、ヒューヒューって言ってる、ヒューヒューって言ってる。最後にちょっとジョニーキャッシュっていう方は僕ら好きなんですけれども、まあ、これ多分ラジオ聞いてる方は聞こえてて、ネットの方は聞こえてないと思うんだけど、はい、ねね、でその人の曲でお別れしようかなとは思いますが、はい、ジョニーキャッシュでウォークザラインですね。ね、ウォークザラインですね。映画がいいんですよ。そうなんですよ、ウォークザラインっていう映画があって、でこのジョニー・キャッシュっていうミュージシャンの一生を追っかけたやつなんだけど、うん、とっても好きなんだよね。これさ、うん、劇中の中で、うん、あの歌歌ってるの俳優さんなんだけど、うん、あのその人もとっても歌が上手で、そう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 、ね、あのジョニー・キャッシュももちろんじゃん、うん、ジョニー・キャッシュもちろんなんだけど、この演じてる映画の俳優陣もとっても素敵なんだよね、うん、すごくてね、うん、CD 買っちゃったよね、CD、ジョニーキャッシュの CD 買う前に、その人たちの CD 買っちゃった、うん、それぐらいドハマりして、あとすごいロマンチックだし、うん、なんか俺の目指したいところだなっていうのもね。なおやジョニーキャッシュに憧れてギターの日も高くしてますから、高くしてますからね、うん、はい、今日はありがとうございました。皆さんお付き合いいただきまして、はい、また来週も会えると面白いなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、お盆でお疲れだと思うので、あんまりもう無理せずにね、あの眠りましょうね、はいはいはい、明日も忙しいと思うので、うん、この番組は、はい、FM 技能案違うこの番組は PM エージェンシースタジオ G の協力のもとお送りいたしました、はい、おやすみ、ありがとうございます。
FM 的には違う。お疲れ様でした。あ、ナイアライブ終了して。